社民党党首福島みずほです今度の衆議院選挙は自民党政治を終わらせる歴史的な選挙です今こそ社民党の出番です皆さん暮らしはどうですか生活が苦しいそんな声を本当によく聞きますしかし自民党政治はどうでしょうか 裏金問題とは自民党が誰のために政治をやっているのかということを明らかにしました自民党は経団連から毎年24億円ずつ政治献金を受け政治金パーティーで莫大な利益を上げています大企業ののための政治をやっています人々の生活が苦しいっていうことと全くかけ離れたところで政治をやっています。こんな政治を変えましょう 政治はあなたを応援するためにありますまず能登半島の被災地支援をやるべきです来年度の防衛予算は8兆5000億円もうじき10兆円になります世界第三位の軍事大国ですそのために医療や介護教育福祉などの予算は圧迫をされています 政府は先日訪問介護の報酬の減額を強行しましたそのために事業所が倒産しヘルパーさんが来てくれないということが起きています崖っぷちの介護保険報酬の減額などありえません社民党は介護保険の立て直しをやります社民党はケアを中心にした社会を作ります そして教育予算は5兆円台です小中学校の公立学校の給食を無償化にするのにさらに必要なお金は約4200億円ですやれるじゃないですか大学の授業料も値上がりをし続けています高校の授業料を完全無償化し高額になった大学の授業料を段階的に下げていきます 防衛予算ばかりうなぎ登りではなくあなたの税金は生活に使われるべきです税金は暮らしに軍閣のです不公平税制を変えます社民党はこの3年間消費税ゼロを実現しますまた3年間企業の内部留保600兆円に課税をします 社民党は非正規雇用に歯止めをかけ、正規雇用転換を進めます。中小企業支援策とセットで最低賃金を千五百円に引き上げます。社民党は脱原発で脱炭素社会を実現します。世界の地震の一割以上が起きる日本で、原発再稼働はありえません。マイナンバーカードの取得は任意です。 ですから健康保険証を使い続けたい人は健康保険証を使えるようにします社民党は差別のない社会を目指しますとりわけジェンダー平等社会を実現します女性の貧困、子どもや女性に対する暴力をなくします選択的夫婦別姓や同性婚法を実現します防衛予算は5年間で43兆円 政府は辺野古の新基地建設を強行し沖縄南西諸島九州をはじめとして日本全国弾薬庫の設置など軍事要塞化を進めています自民党は戦争しないと決めた憲法9条を変えようとしています戦争のできる国から戦争する国へ社民党はこれを変えたいのです平和があってこその暮らしです 社民党は命をを大事にすする政治を実現します社民党が作りたい社会は安心して働き続け望めば子どもを産み育て安心して年を取ることができる社会です社民党の議員をもっと増やし憲法改悪を阻止平和を何としても守り抜きたいんです頑固に平和暮らしが一番。 社民党ですあなたの税金は暮らしに社民党です選挙区は社民党の候補者そして比例区は社民党とどうか書いてください社民党の議席をどうか増やしてください社民党千葉ロック原田義康頑張りましょう頑張ります 中央大学法学部政治学科を卒業後農林水産省職員として勤務現在は社民党千葉県連合幹事長の職を担っています皆さんこんにちは私は社民党の原田義康と申します 今回の総選挙で千葉6区から立候補をいたしました皆さん今の暮らしはいかがでしょうか賃金や年金は上がらないしかしここ2年余り毎月のように物価が上がり日々の暮らしが大変になってはいないでしょうかその背景として今年の春闘では5%程度の賃上げがありましたが日本の働く人々の賃金は30年余り引き上げられてきませんでした 先進国の中では異例のことです非正規雇用の割合も4割を超えていますそのうち7割は女性の方だと言われています私たち社民党はこの暮らしを守るために一つは非正規雇用の正規化を求めていきたいと思いますまた現在時給1000円余りの最低賃金を1500円へと引き上げることを求めていきますそしてもう一つの政策として 当面3年間程度消費税率をゼロにすることを提案しています。消費税は3%の税率でスタートをして、今は10%です。社民党は消費税の税率をゼロにする代わりの財源として、555兆円も積み上がっていると言われる大企業の内部留保金に課税していくことを求めています。そして3年間に税制の抜本的見直しを求めていきたいと思います。 二つ目は平和の問題です岸田前政権の下で2023年度から5年間に43兆円ものの巨額費費用を防衛にに投入することになりまし,たしかしその中身を見ていきますと敵基地を攻撃する武器を大量に購入し沖縄や南西諸島にミサイル基地や自衛隊基地が新増設され空母まで建造するというのです。 専守防衛の我が国には空母は絶対に必要ありません。私は防衛費を大幅に削減をし、子育てや教育、福祉政策にこそ振り向けるべきだと訴えます。そのことの方が日本の将来にとってよほど有益だと思います。武力や戦争で国際問題が解決することはありません。社民党は頑固に平和、暮らしが一番と訴えてまいりました。そのためには平和憲法を守り、 憲法を暮らしに生かす政治を求めていきたいと思います自民党の裏金問題などがあり今政治不信が蔓延しています自分が選挙に行っても何も変わらないという声も多く聞きますしかし皆さんの一票一票で日本の政治は確実に変えることができますそのためにも社民党は国民本位の政治を取り戻すために頑張ります社民党の原田義康ですどうぞよろしくお願いいたします 千葉ロック原田義康さんどうぞよろしくお願いします社民党の政策を実現するためにはもっともっと議席が必要です社民党には信頼の受ける候補者が揃っていますぜひとも熱いご支援をお願いします社民党千葉ロック原田義康